い、おはようございます。釣り子 TV です、今日はですね、フィッシングショーでものすごい気になっていたルアーがついに発売されたんで一つ買ってきました。これブリムスライドエバーグリーンのですね、ギル型のビッグベイト、これがですねついに店頭に並んでいたんで一つ買ってみました。こんな感じのパッケージですね。裏に結構細かく説明書きが書いてあって、で6,000円、価格が6,000円ってことで、実はですねちょっと前に一回店頭に並んでたんですけども、その時はですねこの値段を見て、いやーちょっと6,000円はいけないなーと思って見送ったんですね。でまあ色もちょっとそんなに欲しいなっていう色じゃなかったんで諦めたんですけども、今回まあちょっと給料日の直後というところとか、あとは欲しかったこうギラギラ系の色が売っていたっていうことで奮発してですね1個買ってきました。で色がですねフラッシングブリム、これフラッシングブリムっていう色なんですけども、じゃあ早速ですね開封していきたいと思います。結構高級なルアーですよ。これ6,000円のものを投げるって相当ですよね。はい、こんな感じでフラッシングブリムいいですね。こう鏡みたいな鏡面仕上げみたいなキラキラとしたこんな感じのカラーリングで、で針が別に後でつけてねっていう感じでついてますね。でケースすごいやっぱ高級ルアーだから、かっちりとした硬質のかっちりとしたスポンジで守られておりまして、こんな感じです。もう顔映っちゃいそうなこんなカラーで、でヒレがついていて口がこんな感じですね。なんだろう、結構前にあったシーバス用のルアーのビリケン、シーバス用の大きなですねこの白パターンとかで使うルアーがあるんですけど、ビリケンさんの口にちょっと似てますね。こんな感じで、でヒレがいっぱいついていて、これどうなってるのかなってちょっと触ってみたかったんですけど、まずここのケツビレは硬いですね。これプラスチックで、胸ビレは腹ビレか柔らかい、胸ビレも柔らかい、この2個は柔らかいですね。で、あ、背中のはやっぱ見るからにプラスチックかなと思ったら、背中のこれ硬いんですね。だからあんまりコンクリート護岸とかでドッカンドッカン岸際にぶつけながら投げたりすると、ちょっとこれとここは壊れちゃうかもしれないですからね。で尻尾はもちろん柔らかい、こんな感じの尻尾がついております。はい、これで針がこんな感じのフェザーとティンセルが綺麗に巻いてある、こんな感じのフックがついております。これ外すのかな、フックはですねこんな感じのフックが後付けでついております。いやーいいな、このでこのカラーリング、結構早めに誘いをかけていくルアーだよなんていうのを、動画とかあとはフィッシングショーでもひたすら説明されていたので、素早くギラ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 って動かすんだったら、こういうフラッシングして光を下にピラッピラッピラッってこう反射するような色の方がいいのかなと思ってこの色を買ってみたんですけども、ワームとかにできないゲートですよね。ブルフラットとかがすごいお気に入りで、あれで結構ギルパターンの魚釣ったりとかしてたんですけども、ワームにできなくてプラグにできるゲートって言ったら、やっぱこのカラーリングの妙っていうか、こういうキラキラするカラーでフラッシングをギランギランギランってやれるのかななんていうことで、このつるんとしたフラッシングカラーが非常に
ぽいなと思ってこの色を買ってみました。じゃあどうしよう、針つけてみますかね。針のサイズは大きい方とちっちゃい方があるんで、まあ大きい方が腹でしょうね。ということでつけられるかな。はい、前つきました。向きもこれでいいかな。で後ろ針、はいこれ持ってきました。爪で無理やりやるとかけちゃったりしますかね。ちょっと今つけづらかったんで、スプリットリングプライヤーを持ってきましたよ。はい、つきました。こんな感じで大きい針とちっちゃい針がついてるんで、大きいのを前につけてちっちゃいのを後ろにつけました。これで完成ですね。どうですか。いやー、早くちょっと投げてみたいですね。で最近徐々にブルーギルも釣り場で結構ポカーンとブッシュのそばとかに浮いてる姿よく見かけるようになってきましたからね、早速使ってみたいですけど、動画で見ると結構やっぱり雨の日とかでヒットまで持ち込んでるっていう映像が多かったんで、結構晴れ上がっちゃった日とかはこれで魚の位置を探すっていう感じの使い方になるみたいですけども、まあ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 早い動きで食わせるっていうことで説明されてたんで、フローターの釣りとか、あとレンタルボートでバーッと流していく時なんかにサーチベイトとして使ってみれればななんていう風に考えております。でいろいろ説明書きが書いてあるんでちょっと読んでいってみたいと思います。ブリムスライド、タイプはフローティング、サイズは15センチで、3オンスクラス、標準潜航レンジが、0メートルから1メートル、1メートルぐらいまで入り込むのかな、すごいですね。攻めが早い、エスケープアクションでバイトトリガーをオンにする、モンスターの本能を破壊する攻撃的リアクションビッグベイト、リアリズム、その見た目は無論襲われるべきもののアクションにとことんこだわったブルーギル型ビッグベイトがブリムスライドです。着水後の電光石火のスピードバイト、ポーズ時の突き上げるようなストライクはまさに襲われるべきものの証、対抗のあるフラットボディと背びれと各ヒレが大きく水を動かします。グリグリっとリールのハンドルを早巻きしたり、ジャークで切れ込むようにスライド、ダート&ダイブ、その後ライジングアクションで突き上げてひったくるようなストライクを誘発、ただ巻きではスピードを上げるとハイピッチな水押しで追い食いを誘発、その泳ぎは逃げ惑うブルーギルやフナンをイミテート。またこの手のルアーにありがちなジャークでのフックへのライン絡みが極端に少ない設計なので、リアクションバイトを仕掛けるストライクの絶好チャンスを逃しません。菊本敏海がブリムスライドに求めたのは攻めが速いビッグベイト、速い展開でビッグバスを探しながら仕留めます。3オンスクラスフローティングモデル、ウェイトシールを貼ることで低水温器やタフタイムでスローダウンを余儀なくされた時のサスペンドスローシンキングチューンも用意です。まずここの唇がデコイのエッグスナップの4番がついている、でエラストマー製の胸びれと腹びれがついております。この2個です。ここら辺がライン絡みをしづらくする肝なんですかね。低重心固定のメインウェイトがここら辺に入っていて、リアウェイト兼ラトル、ゴトゴトーンがこんな感じのゴトゴトーンがなりますね。こちらの針がイージートレブルマジックフェザーを付属ということで、フックはルアー本体から取り外して付属しております。ご使用される前に本体フロットフックアイにトレブルマジックフェザーの10番かっこ大きい方、リアフックアイには、2番の小さい方をトレブルフックの向きに注意して、つけてくださいということでございます。あとはですね、こうパッケージからの出し方なんていうのが書いてありますね。パッケージからルアー本体を取り出す際、内箱からウレタンフォームを取り出し、裏側の胸びれ保護用の穴から指を入れてゆっくりと、ルアー本体を引き出してください。表側から胸びれを引っ張って無理やり取り出すと胸びれがちぎれたり外れたりする、恐れがありますので絶対におやめください。またルアーの重量が重いため取り出す際は落とさないようにご注意してください。取り出した時にバチャンってやってここがパキッて折れたら大変だよっていうことで、はい、すいません、さっきの取り出し方はちょっと水晶の取り出し方と違ったようでございます。ちょっとじゃあやってみますね。
針ついちゃったからこれ入るかな。まあこうやって入ってますね。で、この裏側に押し出すこう胸びれホールがあったんですね。で、さっきここピッて引っ張って出しちゃいましたけど、そうするとここら辺の柔らかい素材が壊れちゃう可能性があるので、後ろから優しく、見ましたか、こうこの穴を後ろから優しく押してあげて、はい、こんにちはってなったら取り出すと。これが正解みたいなんで、ちょっとさっきやったみたいな出し方はあんまりよろしくないようでございます。で、ゆったりとした S 字アクションっていうよりも、動画とかで見てるとこう本当グリグリって早巻きでグリグリグリってこうバタ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 っていう感じでリアクションバイトを誘い出すような使い方で使ってましたね。で、フィッシングショーの、どうやって使ってるのかなんて説明見たら、こうまずビターンって投げて魚が浮いてくるのを待って、その際こう縦に落ちるドボッっていう落ち方より横側にこうビターンと落ちるのがいいっておっしゃってましたね。で、しばらく待って最初のバンってワンアクションでリアクションバイトをさせる。で、そこで食ってこないようだったら早巻きでグリ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 っていう感じで誘うっていう風に。で、それで大概まあまあまあ、だいぶビッグベイトにも擦れてきたんで、食わないけどこう追っかけてくるバスを見つけたらスモールラバージグとか、その他の、食わせのワームでそのいたバスを、戻っていく方とかをよく見ておいて仕留める、こういう使い方がメインになるっていう風におっしゃってましたね。で、だいぶ一昨年ぐらいのフィッシングショーから動いてはいたはずなんですけど、なかなか発売されなくて、今年の春先についに発売になりましたよね。その理由っていうのも他の動画とかでいっぱい語られてまして、こう偶然このプロトモデルをいっぱい作って、でいろんなウェイトバランスとかにして持っていって、ぶつけた時か何かにこう水が入っちゃった、水が浸水してちょっと故障してしまったやつを接着剤で水を入らないように目止めして使ったところ、神のアクション、あ、このバランスだっていうアクションが出たらしくて、でも水が入ってしまったり偶然ちょっとウェイトの位置がそこだったりとか、いろんな要素が絡み合っていて、そのアクションを復元するのにものすごい時間がかかった。だからこんなに発表から発売が遅れたなんていう風におっしゃってましたね。で、この完成品、市販品はおよそその神のアクションに、だいぶ近い状態が完成したんで、いよいよ発売開始っていう風におっしゃってましたからね、非常に楽しみなルアーでございます。なかなか関東だとこの手のやつ、まあでも投げれば釣れるみたいなんですけどね、亀山ダムとかいろんなダム湖とかで追いとかは非常にあるんで、投げてれば釣れるとは思うんですけどね。まあまあ、ただ苦戦して釣れなかったら、このルアー非常にこの白パターン、シーバスのこの白パターンなんかにも効くんじゃないかなと思って、そこら辺が楽しみだな。秋口の去年ジョイクロとかで、川の近所の川の河口で流し込むとパコッとバイトするっていうのがあって、で結構そういうの狙う時ってめちゃくちゃシャローなんですよね。もう潮が引いちゃったら水が全部なくなって陸になっちゃうようなところにベイトの群れが刺してきて、この城の群れが刺してきて、そこにこういう平たいのふわーって流すとドバッといってこう魚がバイトするっていう、そういったシーバス釣りのパターンがあるんで、そこら辺でもちょっと今年は試してみたいななんていう風に考えております。まあまあ、とりあえずもうハイシーズンに突入したので、ちょっと気圧の低い時なんかは積極的に放ってですね、なんとか
デカバスをこれで仕留めたいななんていう風に夢は広がっております。あとですね、名前の由来みたいなのもインターネットでいろいろ調べてたら出てきまして、ブリームっていうのがこの対価の魚みたいですね。で、まあいわゆるブルーギルとかいうちょっとタイみたいな形した魚のことをブリームって呼ぶそうで、だからこのギル型のこのルアーにブリームスライド、ブリームスライドというふうに名前がついたというふうに書いてありました。まあ体型の魚でこうスライドアクションで思わずバイトさせるっていう、こういった願いを込めてブリームスライドというふうな名前がついているそうです。じゃああとは重さですね。重さ測っときますね。これいつもの感じで、はい、エバーグリーンのブリームスライド、これは3オンスということですけども、何グラムでしょうか。85グラム。まあ100グラムないぐらいですけどね、85グラムということなんで、どうでしょうか。ヘビーアクションですよね。ちょっと硬めの竿で投げていかないとその専用の力が出ないっていうことなんで、ビッグベイト用の竿とかが推奨でしょうね。ちょっと硬めでこのでっかい針とかもガスッと差し込めるようなヘビーパワー以上ぐらいのビッグベイトに特化した竿で使うのがいいんじゃないかなと。まあでもフローターでどうしても自分の場合使ったりもしますんでね、そういう時はちょっと、柔らかめの竿で投げたりすることもあるんですけども、重さは 85g ということでした。はい、というわけでですね、本日はこちらのエバーグリーンから新しく出たギル型のビッグベイトブリームスライド、これを買ってきたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。